富、名声、力、この世のすべてを手に入れたいと思ってる社会人です。いや、世界って広いですよね。そして料理もたくさんあります。まあ、今回は世界地図ぶん回してぶち当たった国の美味しい料理をご紹介していきましょう。ロシア連邦カムチャツカ半島、ユーラシア大陸北部に位置する、皆さんご存知、寒いところです。先住民族の方々の暮らしが料理のベースにあり、自然を感じられるレシピが多く存在します。いやー、トナカイとか食べたことないですもんね。いやー、食べてみたい。ああ、ごめんなさい。ちなみに今時の JK が使う流行り文句、ボコ、激おこ、激おこぷんぷん丸の上位にカムチャッカインフェルノが存在しますが、おそらくその語源になってます。今回はそんな数ある品の中から、鮭を使ったウハーという料理を作っていきましょう。ウハーっていうのが魚のスープのことを指しますね。結構種類は様々で、チョウザメのウハーとかもあるみたいです。まずは野菜の方からカットしていきましょう。玉ねぎはゴロッと大きめのくし切りにしていきます。あらかじめ外側と内側にパカッと分けてあげると、全体のサイズがいい感じに合ってくれます。人参は1/2本、小さかったら全部入れちゃって大丈夫です。綺麗に洗って皮は剥かずに、少し厚みを持たせて扇状にカットしてあげましょう。じゃがいもは皮を剥いて、芽があったら取り除いておきましょう。あとは人参に合わせて少し厚みを持たせてカットしてあげます。あんまり薄くしすぎると加熱した際に崩れて消滅してしまうんで注意してください。ニンニクは一かけら、皮を剥いて。半分にカットしておきましょう。レモンを仕上げに少しだけ使いたいんで、綺麗に洗ったら1枚だけスライスして4等分にカットしておいてください。そしてスーパーに売ってる鮭2切れですね。骨がついてると思いますが、これは取らずに使っちゃいましょう。煮込んだ際にこの骨からとってもいい味が出てくれます。だいたい3等分ぐらいを目安にバツンとカットしちゃってください。フライパンを熱してオリーブオイルを少し引いたら、カットした具材を焼いていきます。もう一気に全部ぶち込んじゃってください。こんがりとした焼き色をつけたいんで、なるべく重ならないように大きめのフライパンがおすすめですね。味を出すために軽く塩を振ったら、そのまま中火で焼いていきましょう。フライパンに接していた下の方の面がこんがりと色づいたらいい感じですね。そしたら全体にバターを絡めてあげましょう。鮭が多少崩れても全然大丈夫です。むしろ焦げない程度に少し底にひっつくくらいが、鍋底に旨味が溜まって美味しくなってくれますね。そこへ白ワインと水を投入して鍋底の旨味を引っぺがし、ちょいと火加減を強めて一旦沸かしてあげましょう。しばらくすると結構アクが出てくるんで、ある程度溜まったところでしっかりごっそり取り除いてください。あとはそこへローリエも入れて30分ほどコトコトと煮込んであげましょう。本当はもうちょっとハーブの種類を増やしたかったんですが、ちょっと近所のスーパーにハーブ中毒者が現れたみたいで、ごっそり品切れになってたんですよね。ディルとかあったら買っといてください。鮭とかの魚と相性が抜群です。うまみが染み出した色をしてやがるぜ。煮詰めすぎたなと思ったら、途中で少し水を足して調節してあげてください。最後はしっかりと味見をして、塩コショウで味を整えましょう。熱々のうちに器に盛って、少しスライスしたレモンを散らしてあげれば、鮭と野菜のうまみが爆発しているスープウハーの完成です。では今回もご視聴いただきありがとうございました。さらなるウハー体験を求める方は、チャンネル登録と高評価ボタンの連打を推奨します。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。